ジェレミー・ドットソンはアメリカ合衆国出身で現在はサモア代表として競技する陸上競技選手。専門は短距離走、100メートルで10秒21、200メートルで20秒27、室内60メートルで6秒58の自己ベストを持つ。生まれも育ちもアメリカでアメリカ代表として2011年の世界選手権や、 パンアメリカン競技大会に出場した実績を持つが、母親がサモア出身なことからサモア代表として競技することを選択した。2011年6月に全米選手権に出場すると、男子200メートル準決勝を20秒33の自己ベストで突破。決勝では追い風参考記録ながら自己ベストを上回る20秒07をマークし、ウォルターディックス。 ダービス・パットンに次いで3位に入った。2011年9月のテグ世界選手権、男子200メートルに出場するも、予選で20秒92の組5着に終わった。2011年10月のパンアメリカン競技、大会男子400メートルリレーで2層を務め、39秒17をマークしての銅メダル獲得に貢献した。2012年6月の全米選手権、 男子200メートルに出場すると2大会連続で決勝に進出。決勝ではまたも追い風参考記録ながら自己ベストを上回る20秒25をマークしたが6位に終わりロンドンオリンピック出場を逃した。2014年11月6日からサモア代表として競技することが可能になった。2015年5月のオセアニア選手権に出場しサモア代表として 主要国際大会デビューを果たした。男子200メートルは20秒57のサモア新記録及び大会新記録を樹立して金メダルを獲得。男子100メートルでも10秒36のサモア新記録を樹立したがバニブタブカコーロに敗れ金メダルに終わった。2015年8月の北京世界選手権。 男子200メートルに出場すると予選で20秒31のサモア新記録を樹立しタイムで拾われて予選を突破。男女通じて世界選手権200メートルでサモア勢初のセミファイナリストになったが準決勝は20秒53の組6着に終わった。2016年8月のオリンピック男子200メートルでオリンピックデビューを果たすも20秒51の組5着で 予選敗退に終わった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。